この声。ええ、確かに夫アポカリプス。え、夫？それは天命の前の大主。でも夫主教は数年前に。夫アポカリプス、懐かしい名前だね。誰もが彼の名前を口にして、誰もが彼のことを忘れられない。だけど、あなたは彼じゃない。誰であろうと、あなたへの質問はたくさんあります。ああ、もちろんだ。君たちの聞きたいことなら分かっ、僕は誰だ？天上の人とは何者なんだい？奴らはこのセントフォンテーヌで何をするつも、それほど多いってわけでもないね。あら、時間が省けるわね。では質問に答えてもらえないかしら。だが今さらその答えを知ったところで、未来に何の影響も与えられないだろう。それは私たちが判断します。はぁ、何も知らない君たちがどう判断するというんだい。星の扉はもうすぐ開く。天上の人の降臨は止められないよ。ここで君たちを迎え入れたのは座るといい。ゆっくり話をしながら共に世界の変革を迎えようではないか。そういう答えは求めてません。同感ね。さすがは旧世代の英雄たちだ。もし僕が恐怖という感覚を体験できるなら、君たちの息を、それなら別の答えを君たちに与えよう。そう、大多数の質問を解決できる答えをね。ああ、こういう時は悪党らしいセリフを言った方がいいだろうか。君たちは天上の人に勝てない。ここで倒れるがいい。地図を確認しましょう。疑似神の鍵の精度が落ち始めてる。どうやら君たちがこの体に与えた魔物は予想よりもずっと多いようだね。皮肉だが、より多くの崩壊エネルギーが必要だ。ライデン・メイ、君にそれほどの力が残っていたとは驚いたよ。まさか同じ技で私と戦おうとするなんて。この一撃は私の隊員に手を出したことのお返し。隊長。僕を倒したところで何も変わらないさ。言ったはずだ、
君、その姿もあの人とそっくりね。彼が用意した玉鋼の体の一つ。あなたはオットーじゃない。なのにさっきの戦闘であなたは疑似神の鍵を使用した。あなたの正体が分かった気がするわ。あなたはオットーと共にこの世界を去ったと思っていました。空番所、どうやら一つ目の答えを見つけたようだね。本当にあなたなのね。ではついでに他の質問の答えも話いいだろう。言ったようにそれは僕の計画に何の影響もない。君たちがここまで必死に戦ったことに敬意を表する代わりに教えてあげよう。天井の人は一体何者なの？もしくは、君たちもなんとなく分かっていただろう。この時代に天命ですら把握していない技術を持つ組織なんて存在すると思うのかい？少なくともこの星には存在。え？それって本当かよ。天井の人は宇宙から来た文明。星界から来た狩人、略奪者、星食い。彼らに関する呼び名は様々だが、この閉鎖、彼らは一つの銀河から別の銀河に移動し、あらゆるエネルギーを奪う。いかなるエネルギーであっても、貪欲に奪おうとする。その銀河を食い尽くすまで、彼らは獅子のように狩りをし、ハイエナのように貪る。そして次の目標に向かい、死んだ星だけを残す。彼らをここにおびき寄せることが、いいアイディアだと思ってるんですか？どうしてそんなことを？あなたに人類を敵に回す理由はない。あなただって崩壊を駆逐したいはず。いいえ。その通り。僕は崩壊を地球から遠ざけるために行動したんだ。天井の人をここに降臨させるのもその目的のため。僕が言ったように、天井の人はエネルギーを追う狩人だ。どんな形の。まさか。見た目と口調だけじゃなくて、周りを顧みない狂気すら。僕もオットーのように自分の欲望に正直になりたいよ。だが、僕は生まれてから選択する余地がない。何の音ですか？これは僕の死を予告する判決であり、収穫の始まりを意味する角笛だ。ようやくステージに上がる気になったのかい？ルッケに、天井の人。口数が多すぎる僕が嫌になったのかい？それとも、君にいろいろ教えた結果、猜疑心を覚えさせてしまったのだろうか。はたまた、僕の中にあるわずかな崩壊の力を見逃したくないのかい？いや、それはないな。何しろ梅雨のような僕と比べて、君の存在はそこが見えない深淵そのものだ。はあ、かつての律者、それに若い生徒たち、忠告しよう。ここから離れるんだ。ルケには君たちが理解し挑戦できるような相手じゃない。深淵を覗こうとするな。僕のようになるぞ。僕の使命と呪いはここで終わる。彼、正門に消えてしまいました。奴の仲間、あのルケニとやらに助けられた？助けられた？むしろ正門に粉々にされたんじゃ。おい、崩れるとか言わないでくれよ。まずはここを出るわよ。ですが、出口がありません。嘘だろ？じゃあ入り口を、違う、正門に送られてきたんだから入り口なんてないよ。
ちら、ここに閉じ込められた？そうでもありません。何？親友？冗談だよな？な？それはいくらなんでも。時間がない。他に選択肢はないわ。私とメイ隊長が先陣を切ります。隊員、しんがりをお願いします。